常滑競艇場。常滑競艇場は、愛知県常滑市にある、ボートレース場である。通称は、ボートレースと、小滑であり、常滑、ボートとも呼ばれる。1953年、昭和28年7月20日に開場。キャッチコピーは、とことんハッピー。主な主催者は、所在地である、常滑市であるが、伊勢湾台風により壊滅的な被害を受けて1963年度末日をもって閉場した当時当たり場とは、競艇場間の直線距離が日本で一番短かった半田競艇場にて、競争主催していた隣接の半田市も年間24日間主催者となる。当初は一マーク側から交渉面にかけて伊勢湾とすぐ隣接するレイアウトであったが、中部臨空都市の埋め立てが進んだため、海からの距離が離れた。指定席では、ジュースのフリードリンク等のサービスがある。なお、指定席の販売は、第8競争までであり、ナイター場外の際の指定席利用は、不可。指定席の利用自体はその後も可能。また、競艇場の入場料も、第9競争以降は払わなくてもよい。常滑市が焼き物の町であるため、場内に大きな招き猫の焼き物が置いてある。トイレで有名なイナックス、現、リクシルは、常滑に本社があったため、もちろんトイレはイナックス製品。かつては陶芸ルームも設けられていたが、2012年1月末をもって廃止となっている。常滑開催のレースを主に発売をする場外発売場は、愛知県のボートピア名古屋及びオラレセントレア。中部国際空港内、宮城県のボートピア川崎である。以前は、ボートピア等で購入した船券は東京艇上では、払い戻しができなかったが、2013年4月1日から、全国総合払い戻しサービス、どこでもは、ライオン導入により可能になった。マスコットは、招き猫の、とこたん。もともとは、競艇場のみのマスコットキャラクターだったが、2014年の、市制60周年を記念して、常滑市の公式マスコットキャラクターに昇格した。レース実況はメディアターナー所属のアナウンサーで、メインは山田智彦が担当。他の SG プレミアム GI の地上波、中継担当時には、現地実況は丸亀競艇場担当の梶西たちが代行する。また、本場で SG プレミアム GI が開催される場合には、地上波向けと現地の2体制に分けて行う。競争水面は海で、水質は海水。ただし水門が設けられており、全県費の干潮で締め切られレース時は、海と遮断されているため、潮の満ち引きの影響は少ない。バックストレッチ側の幅は、非常に広く、名鉄線の車窓から眺めると、ターンマークがとても小さく見える。新委員になってもインコースがとても強いため、地元の強豪選手やベテラン選手が積極的にインを狙ってくる。ただし、外側のコースに行っても不利になるだけなので、結局枠なりになるケースも多い。先頭の選手が3周目に入るとジャンが鳴る。モーターは従来標準型が使用されてきたが、2009年12月から原音系モーターを使用している。2014年12月13日開催分より、人身事故発生時の衝撃緩和を目的とした、出力低減モーターヤマト331型が、全レースコースに先駆けて導入された。伊勢湾から近く、1年を通して、伊勢湾の方向から比較的強い西風、スタート地点から見て、向かい風が吹くために競争水面西側には、防風ネットが設置されている。この強風の影響により、フライングの頻度が高く、2012年11月14日には、マーメイドグランプリ、GI 準優勝戦で5艇がフライングし、レースが不成立となっている。マスコットのとこたんにちなんで、とこたん特別、周年記念のタイトルは、とこたんキング決定戦。2014年までは、マーメイドグランプリの名称で行われていた。企業杯として、イナックス杯と常滑大賞が行われている。また年に1回、東海地区で持ち回りの企業杯として中日カップが行われている。新 A リーグ戦の名称は若獅子杯。女子リーグ戦の名称は、レディース、笹川杯。正月には、新春特別競争、ゴールデンウィークには、チャンピオン大会、お盆には、名鉄杯争奪納涼お盆レースが行われてる。ただし、近年当地では、女子リーグ戦の開催頻度が少なくなっており、同競争がない年度には、オール女子競争、格付けは、一般戦にレディース、笹川杯のタイトルが付けられている。この表を見てわかる通り、植木道彦が過去に SG を3回優勝していることから本人も語っているが、得意水面であったことが伺える。2009年6月23日にスタンドとレースコースを挟んで反対側の南駐車場付近に外交発売所、ウィンボ常滑が開設された。今までの発売所は西入場門の東側にあったが、仮設のため専用駐車場が狭く、脱却時には周辺の道路が駐車場に入ろうとする自動車で溢れていた。常滑競艇場内で発売をしていないレースも取り扱っており、本場、常滑競艇の開催日、非開催日を問わずナイターレースを含めて1日最大6馬を発売する、オラレセントレアと同一競争を発売する。2014年10月4日に増築完成。CM レース放映展望、予想番組雑誌。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。